こんにちは、筑波大学のアランヤです。これは、プログラミングチャレンジ授業、第5週、ネットワーク、グラフ。で、これから、なんかこの3番目のビデオで、ネットワークマックスフローの問題について説明します。で、ネットワークマックスフローって何ですかというと、このグラフを見てください。このグラフがパイプ、なんか水を流すパイプと考えて、S から T の間にどれくらい水が流しているを考えてください。パイプの重みが、その、なんか、その、辺の重みはパイプの大きさって考えて、どれくらい水が流れるっていう意味です。例えば、このグラフの中だと SOQT で2つのユニット、水のユニットが、ここだね。SOQT。ここで2つが流すことができます。なんかこの辺が3で、この辺が3で、この辺が2ですので、2つを流すことができる。で、SPRT も、2が流すことができるんですね。ここが、2、2、2。ここは2なので、ここは2しかを流すことはしかできない。で、あと1ユニットが、SOQRT ですね。SOQRT。ここは2流して、ここは1流して、全部3が流してるんですね。で、ここは1流して、ここは2流して、ここは1流して、ここも3を流してるんですね。ですので、このグラフのフローが5となります。その5を見つかるのはマックスフローの問題です。ですので、マックスフローの問題だと、あるグラフに対して、そのマクシムのフローを見つかること。VS から T までですね。では、マックスフローを計算するには、どのアルゴリズムが使う？マックスフローの、代表的なアルゴリズムが、フォールド・フォーケソン法ということです。で、フォールド・フォーケソン法というのは、ちなみにこのフォードは前のベルマンフォードと同じ人だね。で、レジドアルフローグラフ、レジドアルグラフっていうグラフを使って、フローのどれぐらいフローが残っているを、確認します。で、マックスフロー、フォードフォーケソン FF 法の、アルゴリズムはこのアイディアです。まず、レジドアルグラフを初期化する。レジドアルグラフが最初の字と同じなんですけど、方向性のないグラフの場合だと、前の辺と後ろの辺を作らないといけないですね。例えば、なんか、あと辺があるグラフ。このグラフ、3と1の場合だと、レジドアルフローが同じ。一方、方向がないグラフの場合だと、レジドアルグラフがこんな感じとなります。行きの3と帰りの3ですね。これはレジドアルフローですね。で、レジドアルフローグラフを作ったら、次はこのループです。まず、VS から VT、最初と最後のノードの間に、経路を見つかるですね。で、その経路の中の一番、小さいな重みを見つける。その重みはその経路のフローです。で、そのフローが、その経路の辺からを引く。で、その逆方向の辺にそのフローを足す。なぜかというと、それはちょっと面白いなんですが、このフォードフォーケソンで、フローがいたり来たり、いたり来たり、安定になるまでに、ちょっとそれは何回繰り返すことがあることもあります。ですね。ですので、行きの辺で、フローを引いて、帰りの辺でフローを足す。ですね。で、これを繰り返して、パスが見つからないか、見つからない場合だと、それでアルゴリズムが終わる。プセオドコードはこんな感じですね。レジドアルグラフがここが書いてて、V×。これはレジドアルグラフの、adjacent matrix ですね。これでレジドアルグラフの adjacent matrix。で、このレジドアルグラフが0に始めて、これはレジドアルグラフのイニシャリゼーション。最初はレジドアルグラフが
実際のグラフと同じですね。で、このループが、このは FF 法のループで、FF 法のループが、なんかその経路を探す。レジドアルグラフの中に経路を探す。で、その経路の中の一番小さいな辺を見つけて、その辺が、VU、つまり経路の域の辺に、そのフローを引く。つまりもう水を流せない、この辺で。で、経路の代わり、帰りですね。辺の帰りにフローを足す。で、マックスフローを出します。まあ、フォード・フェクソンを、FF 法を証明しないんですが、まあ、動き方をシミュレーションで見てみましょう。ですね。ちょっとまず、レジドアルグラフを作りましょう。ここは、3と3ですね。ここは2と2ですね。ここは2と2。ここは2と2ですね。ここは4と4。ここは3と3。で、ここは2。で、ここは3と3。はい。で、まあ、まず一つのパスを探す。例えば、まあ、まずこのパス。S1、ちょっと変なパスにしましょう。2、4、3。ですね。このパスを選びましょう。で、このパスの一番短い辺が2なので、マックスフローが2を足します。ですね。で、そうすると、この3がマイナス、3から1ですね。これが、3から5ですね。まずこれを消して、これ消して、これ消して、これを消すですね。で、息の濃度がプラスにして、帰りの濃度はマイナスにする。ですので、息の濃度が1、5、0、4。で、ここは、息は0、これは4。で、ここが1と5。OK。で、もう一つの、パスを探しましょう。まあ、これは0いけないので、これは、ここのパスができますね。1、3、2ですね。このパス。で、このパスができますので、マックス、このパスのミニマルはこの1ですね。だから、マックスフローが3になります。で、これも、もう一度、パスをアップデートしましょう。で、これをアップデートすると、ここは0と6ですね。で、これは2と、あ、これ帰りが、これは2と、4ですね。で、これも、帰りが3と行きが1となる。じゃあ、もう一つのパスを探しましょう。じゃあ、ここはもう行くことはできないですね。だから、下へしか行かない。で、下行って、ここから、上行くこともできるんですね。その2、4、2、1ができます。もしはここもできますよね。なんか2、あ、これはできないね。0だからですね。じゃあ上行きましょう。2、4、2。で、ちょっとこれは、まあちょっと大きいな方で行きましょう。ここは4ですね。あ、これは1だからね。じゃあ、2、4、2、1だ。このパスを行きましょう。ちょっと変なパスだからアゴリスムが長くなりますね。だからこれはミニマルはこの位置なので、マックスフローが4になります。あ、ほら、間違ったな。これはアンドゥできますか？できますね。あ、できた、よかった。はい。じゃあ、このパスがですね、
で、上へ行って、40。じゃこれは、1で行ってますので、これが帰りが3、1。これは1が3と5。で、これは1と5になりますね。ここも1と5。これは1と5になって、これは0と4。1と5と0と4ですね。じゃあもう一度行くと、まあこれは1で、ここはもうできないから、ここもできないので、パスがこのパスしかない。こうして、こうするんですね。これは1、3、1、4、1なので、マックスフローが5になります。で、こうすると、ここが4で、これが0で、これが2で、これが6で、これが0になって、これが6になって、ここが3になって、これが5になって、これは0になって、これは6になる。ですね。で、マックスフローが0ですね。前の経過と同じ。違うパスを使いましたので。で、これを見てる通りに、フローが、ここはね、0、0、0いって、ここも0、0、0いってますね。だから、こことここがフローが流れてます。はい。まあ、これはマックスフローのアイディアです。ただし、このシミュレーションだとわかると思うんですけど、そのパスの選択順番によっては、グラフの、アルゴリスム、FF4 の、効率が大幅に変わります。これは最悪の場合の例ですね。最悪の場合の例がこんな感じになります。100、1、100。で、これは99、99。で、こっちから100、1、100。で、99、99。で、ここは100、1、100。で、これは100、1、100。で、これは、198回回数。繰り返す。結構長いですよね。でも、このグラフを見ると、フローがこっちですね。1と2。これは1とこれは1をやれば、もうアルゴリスムは2反復で終わるけど、この真ん中の位置をうまく使わないと、198反復になります。ですね。それは、フォールド・フェクソンの問題ですね。フォールド・フェクソンの方が、どういうふうにパスを選択すれば大きな影響があります。それはどういうふうに対応できるか。まあ、前のアルゴリスムは、実は、ダイクストラのように、フォールド・フェクソンが、代表的な、実装はないんですよね。ですので、いくつかのフォールド・フェクソンの技法があります。実装があります。その実装方法の中で、エドモンド・カーポ法、AK 法ですね、エドモンド・カーポ。エドモンド・カーポ法が、フォールド・フェクソン、プラス FF 法、プラス BFS。だから、エドモンド・カーポ法が、フォールド・フェクソンで BFS でパスを選択します。ですね。シュードコードが、まあ、全部をここで見せないんですけど、キーアイディアとしては、この BFS を実装する。ですね。この BFS が S から T まで、で、ここは、そのパスをキープします。で、パスは変えます。パスは BFS で見つかった ST 法。なお、この BFS が、まあ、BFS だから重みを、使ってないんですけど、まあ、もちろんレジドアルグラフを使います。だからレジドアルグラフで使えない辺が BFS で使えない。それ以外だと、S から T までの一番辺が少ないパスを見つけます。ですね。つまりこれは、辺が少ないパスを最初にチェックします。こうすると、まあ、ここでもわかるけど、このパスが2辺で、このパスが3辺だから、この2辺のパスは先に見つける。ここも同じ。ですね。これはエドモンド・カーポ。で、エドモンド・カーポ、この BFS があると、こんな感じですね。While BFS、スタート、ターゲット、パス。で、まあ、そのパスの中に、ミニマルウェイトを見つけて、で、そのミニマルウェイトはマックスフローに追加して、で、そのパスの中に、まあ、レジドアルグラフを変わるんですね。
PIU と PIV が、ミニマルウェイトより低く。で、PIV、PIU がミニマルウェイトをつく。ですね。だから、ミニマル、レジダルグラフ変わって、レジダルグラフ変わった後にもう一度 BFS をやります。で、レジダルグラフやり直してもう一度 BFS をやります。まあ、これは、エディモンド・カルトの方のアイディアです。では、プログラミングチャレンジの中で、あとグラフ、フローはどの問題で出てくるんですね。これは今週の課題の一つ、ソフトウェアアロケーションです。まあ、これを一緒に見てみましょう。ある研究室では、26のソフトウェアがあります。そして、等数のコンピュータがあります。それぞれのコンピュータがその26つのアプリケーションの一部しか走れない。例えば、コンピュータ0がアプリケーション A、B、C を走れる。コンピュータ B がアプリケーション C、D、E を走れる。ですね。そして、そのコンピュータが1日1つのアプリケーションしか、実装できない。ですので、この問題の目的は、今日のそのコンピュータに対してアプリケーションの配布です。毎日その研究室のユーザーがそのアプリケーションの依頼を作ります。で、その依頼が、複数のユーザーが同じプログラムを依頼することができます。例えば、2つのユーザーがアプリケーション A をリクエストして、1つのユーザーがアプリケーション B をリクエストする。そうすると、なんか、どのユーザーがどのコンピュータを使えるのか、判断できるプログラムを作ってください。ですね。じゃあ、まあ、これはフローなんですけど、もう少し実装方法とか、特にアルゴリズム、グラフの構造について10分ほど考えてみてください。これは紙で考えた方がいいと思います。じゃあ、ポーズして10分後で続きましょう。はい、続きます。まあ、前の問題がアロケーション問題、配布問題ということですね。まあ、もう一つの場合はマッチング。まあ、この前の問題だと、ユーザーとコンピュータをマッチする。ですね。なんか、競技プログラミングと、プログラミングチャレンジの中に、そのマッチング、これとこれをマッチングしてくださいのような課題は、ほとんどフローの問題となります。ですね。で、この問題の、まあ、フローアゴリズムが、まあ、そのエディモンド・カープでフローしましたとかで終わるんですけど、一番大きな問題が、グラフを決まることです。ですので、問題からグラフに、問題がグラフに変えるのは一番難しいなところですので、それを、まあ、たくさん練習しましょう。アイディアとしては、このアイディアです。まず、そのソース、まあ、スタートのベーテックスを、決めるですね。まあ、で、そのソースが、アプリケーション、そのマッチングの片方でつながる。例えば、前の問題がソースとアプリケーションを全部つながる。で、この問題だと、まあ、このソースとアプリケーションの間の辺の重みがユーザーの数です。例えば、3つのユーザーが A を依頼すると、S から A の辺が重みは3。1つのユーザーが B を依頼すると、S と B の重みが1となります。で、次は、アプリケーションとコンピュータの変異をつなぐですね。これは、まあ、普通は、重み1とかですね。で、次は、コンピュータと、シンク、まあ、目的中点、頂点の T とつなぐ。で、この問題だと、この変異の重みは1。なぜかというと、それぞれのコンピュータが1回しか使われないから、シンクとつながりの、E の重みは1となります。で、そのグラフを作ると、そのグラフのマックスフローを計算すれば、そのフローのサイズとユーザー、フローがユーザーと同じであれば、すべてのユーザーがパソコンを見つけたっていう意味になります。フローとユーザーのサイズが異なる場合、フローがユーザーより少なければ、それはすべてのユーザーがコンピューターを使えなかったという意味となります。で、もしなんかそのどのユーザーがどのコンピューターを使ったかを知りたいのかというと、それはレジドアルグラフを見て、そのレジドアルグラフの、ユーザーとコンピューターの辺の間にどの辺が0に残ったのか、
を見ると、それはコンピューターを使えるユーザーとなります。まあ、こんな感じですね。例えば、ここが 4つのユーザーはプログラム A を依頼している。で、プログラム A がパソコン01234が使えます。1つのユーザーがプログラム Q を依頼している。で、プログラム Q がパソコン5でしか使えない。で、4つのユーザーがプログラム P を依頼している。そのプログラム P が56789のパソコンを使う。で、グラフを作ると、まあ、こんな感じですね。S から A が変異、ウェイト4。S から Q がウェイト1。S から Q がウェイト4。で、コンピュータがすべて C、シンクで、ウェイト1でつないでます。で、A から A が使えるコンピュータ、01134。Q が Q 使えるコンピュータ。P が P 使えるコンピュータ。で、これは、ここは4、ここは4のフローが流してるので、ここが4を出ないといけないので、例えば、この辺と、この辺と、この辺と、この辺を使える。これを使えるので、エドモンド・カープがこの辺の重みが0になりますね。これはまだ1を残っている。で、これを使いますので、この辺の重みは0になります。で、ここが5つを使わないといけないので、これは5です。まあ1とかですね。ここは、4が長い。あ、すいません。これ4ですね。だから、これ、例えばこれを使えない。だから0。あ、すいません。ここが4ですので、ここが00001が残します。で、これを見ると、どのコンピューターが使われているか、どのコンピューターが使ってないかを確認することがあるんですね。じゃあ、違う例を見てみましょう。この例が、プログラム A が3つのユーザーが依頼していて、コンピュータ0123を使える。コンピュータ側は3つの、B は3つのユーザーが使ってて、コンピュータ1234を使える。で、まず A を流れると、ここが、ここのフローと、例えばここのフローと、ここのフローですね。で、ここだと、ここしか使えないと、ここしか使えない。ですね。で、こうすると、フローが消えました。で、こう見ると、なんか流れるのフローが1、2、3、4、4、5ですね。5なんですけど、ユーザーの数が6ですので、5と6が異なるので、このグラフが、まあ、満足することはできませんですね。これはインポッシブルっていう感じになります。はい。じゃあ、もう一つのネットワークの例を見ましょう。これは、今回のサボテージっていう課題で、この問題だと、概要としては、なんかコミュニケーションネットワークがあって、で、そのコミュニケーションネットワークが、VS と VT のコンピュータを来たいんですね。VS が VT をつながらないように、どのケーブルを切ればいいのか。ですね。で、なんかできるだけケーブルを切る数が少なくしたい。ケーブルが、一番少ないケーブルを切って、V と S がつながらなくなる。まあ、これは、フローに関係する問題なんですけど、この問題が代表的な問題ですね。ミニマルカットっていうですね。あるグラフを、ディスコネクテッドになるために、どれぐらい、エッジをカットした方がいい。前回が、一つだけを切れば、つながらない課題を見ましたですね。それは、ブリッジとコネクテッドバイティクス。ここは一つじゃなくて、セット。このセットのエッジ、このセットの辺を切れば、グラフが、つながらなくなる。まあ、これのアルゴリズムがこれですね。After Max Flow を実行して、Max Flow の後に、0の重みになっている
変が、それはミニマルカットセット。これはすべて起きると、まあ、そのグラフがアンコネクテッドとなります。ですね。BFS に、あと S、まあ、これは0を見て、S から BFS を行って、そのノード、その BFS につないでるノードが、その S から、ソースから、ウェイトミニムセットの前です。ですので、その BFS に届いたノードと0の重みのノードを切って、それは、そのミニカットセットとなります。じゃあ、もう少しなんかその、まあ、フローの問題にどういうふうにグラフを作ればいいのか。グラフを作るのは一番主な課題ですので、それについてもう少し話しましょう。例えば、あるグラフに対して、ソースがいくつかで、シンクもいくつかがあります。その場合だと、フローのアルゴリズムが一つのソースだけ考えているので、複数のソースがあると、グラフを変更します。その変更は、スーパーソースという頂点を作る。そのスーパーソースという頂点が、すべてのソースと、あと、無限の変でつないでいます。あとはスーパーシンクも同じですね。複数のターゲットがある場合だと、スーパーシンクという頂点を作って、すべてのシンクをスーパーシンクにのあとつながる。じゃあもう一つの問題。変に重みじゃなくて、頂点に重みがある変ですね。例えばこれはあのフルタンクのような問題です。その場合だと、そのグラフの頂点をスプリットするですね。それは VI1 と VI2 を作る。で、VI1 から VI2 に辺を引く。その辺の重みが、VI の重みとなります。頂点の VI となります。まあ、これをすると、まあ、頂点と辺の数が増えますので、それだけを気をつけてください。じゃあ、まあ、これはアルゴリズムの終わりですが、まあ、このグラフが結構難しいアルゴリズムと難しい考え方があるので、もう少しのいくつかの、課題を紹介したいと思います。これはなんか問題の例だけを挙げて、それぞれの問題の例の後に皆さんはこの問題をどういうふうに解くのか考えてください。じゃあまずこれですね。フィッシュモンガー。フィッシュモンガーが、なんていう、そのトラベリングセールスマン問題、TSP 問題の、1種類です。問題のディスカッションがあるなんかお魚屋さんが町と町の間に、旅行しています。V0 から VN の町。で、この問題の特徴がそのタイムリミットがあるんですね。V0 から VN1 までに、T 秒以内で、動かないといけないんですね。あと、それだけじゃなくて、街を、歩いているときだと、その、お金を払わないといけないんですね。その、道を使うためのお金が必要です。で、すべての辺が、その、お金のコストと、時間のコストがある。で、頂点の数が50で、時間の数が1000以内。これは、多分ちょっと、フルタンクと似てるけど、フルタンクと違うところがあります。似てるところと違うところが、皆さんわかるんですか？これは、最短経路なんですけど、その最短にするのは、時間とお金ですね。同時に時間とお金で最短しないといけない。ですね。じゃあ、皆さん、これはどう解くのか、考えてみてください。じゃあ、続きます。まあ、フルタンクのように、グラフを変えないといけない。ここだと、その VI をもう一度、いくつかの T に分けます。VI0、VI1、VI2 とかですね。で、VIT が、その VI で、T 時間が残ってるで、来ました。ですね。そして、変を変わります。変が、時間のコストがなくなる。で、逆に、VIT と VJT でつなぐ。つまり、I マッチから T マッチに3秒がかかると、
VIT が VJT プラス3につながりますですね。この変更すると、ノードの数が V×T となりますね。でもこの変更がちょっと面白いところのが、新しいグラフが DAG、Directed Acyclic Graph、つまり変があり、サイクルがないのグラフ。変があり、歩行があり、サイクルがないのグラフが、なんか動的プログラミングで解きやすいですね。それはどうやってやると、この FindVT の再帰関数を作ってですね。FindVT が、頂点 V で T の残り時間だと、その次のあと道、最後までの道を見つかるですね。その再帰関数が、V×T のテーブルでトップダウン動的プログラミングすることができます。そうすると、V×T が 50×1000 ですね。あと5万ステップでこの問題を解くすることができます。つまり、この FindVT でプログラムを解くと、なんかグラフが実は変更すること、変更しますが、あとその変更したグラフを保存するじゃなくて、そのグラフの変更がこの再帰関数の中で、部分的に行います。これは結構いいヒントです。なんかそのグラフが、DAG、DAG に変更することができると、問題が、トップダウン再帰関、トップダウン動的プログラミングで、解くことができる。まずグラフは DAG に変えて、その DAG が再帰関数で解くことがとても大きなヒントなので、ぜひ皆さんをこれを活用してください。じゃあもう一つ。これはタイタニック、UVA の問題です。UVA が、事故、なんかボートの事故があって、なんかタイタニックボートの事故があって、そのボートから生き残る人を計算してください。で、地図が出てくるんですね。こういうふうな、なんかゲームみたいな地図が出てくる。この地図のシンボルがこの5つのシンボルです。ダッシュがそのセーフボートですね。このダッシュの中にピニンが、救えます。ですので、ダッシュにたどり着く人がセーフです。あとはアットマーク。アットマークがアイスバーグ。アスバーグがセーフではないけど、誰でも、取ることができる。だから、まあ、廊下みたいな感じですね。パスです。で、ドットがアイス。アイスもアイスバーグのようにセーフじゃないけど、人が取れる。しかし、アイスバーグと違って、一人がアイスを取ると、もう一人は取らない。アイスが壊れるからです。ですね。で、このアステリスクが、初期状態。なんか一人がここにいる。で、アイスのように誰かが取ったら、これも、この人が、その場所が出ると、他の人が取ることができません。で、ティールドが、ミズリス。ミナが取れない。で、これ見てる通りに、ここがアイスバーグがあるので、この人が1、2で動く。で、この人が1、2、3、4、5で動く。ですね。で、これは2つが入れるので、セーフですね。で、ここが、まあ、2人がいて、2人がアイスバーグにいて、で、このボートに行く。で、ここが、この人が行きますが、この人が、ボートにスペースがあるけど、届かない。なんで届かないかというと、この人がアイスの上にいるので、この人がアイスを歩けば、この人が歩くことができない。ですね。じゃあ、これはどういうふうに解くでしょう。まあ、これはアロケーション問題ですね。だからアロケーション問題。人とボートにアロケートしたい。ですので、ネットワークフロー。ただし、ネットワークフローの問題が、このグラフがどういうふうに、作れるのか。ですね。じゃ作れるルールを見てみましょう。作れるルールはこんな感じです。まあ、逃げ出した人はマックスフロー、グラフのマックスフローです。で、まあ、これは作り方の一つ。ミズ以外のセルが2つに分ける。インとアウトですね。で、インとアウトが、前の説明した通りに、つながる。アイスバーグとウードが、インとアウトが無限変異でエッジをつながる。何も届く、渡ることができるからですね。で、アイスが、一人が取ったらもう、終わりなので、
アイスが、一の変異でつながる。で、アウトが、それぞれのなんかタイルが、アウトと隣のインドつながるですね。それは無限で、変異でもいいですね。ここ、なんか、制限がここに書いているので、ここは無限でもいいです。で、いくつかのインプットがあるので、すべてのインプットがスーパーソースにつながる。同じくいくつかのアウトプットがあるので、すべてのアウトプットがスーパーシンクとつながる。で、このグラフを作って、リソースアロケーション、コンピューターのネットワークアロケーションと同じ問題となります。じゃあ、この問題が面白いです。これはプライムペアリングっていう問題です。A と B の整数が、プライムペアが、A プラス B がプライムであれば、A と B はプライムペアと言います。例えば、3と4がプライムペア。なぜかというと、3プラス4が7。7はプライムだから、3と4はプライムペア。11と12もプライムペア。なぜかというと、11プラス12が23。23はプライムだから、11と12はプライムペア。一方、5と7はプライムペアではない。なぜかというと、5と7は12。12はプライムではないから、5と7はプライムペアではない。では、ある数字のセット N では、そのセットはすべてでプライムペアを作ることが可能ですか？例えば、N が1、4、7、10、11、12の場合だと、1と4がプライムペア、7と10がプライムペア、11と12はプライムペア。すべてペアリングできたので、これは、この N が可能です。逆に、この12がなければ、すべてはペアリングできないので、これは不可能です。これはグラフ問題なのかですね。ちょっと考えて、これをどう解けるのかを少し考えてみてください。じゃあ、続きます。まあ、これは、この問題がアロケーション問題として考えられます。なんかそのアイス、あとタイタニックとコンピューターのようにアロケーションです。何のアロケーションかというと、プライムペアについてちょっと考えましょう。なんか、偶数プラス偶数が偶数と奇数プラス奇数が偶数。偶数は絶対プライムではないなので、プライムペアを作るには奇数一つと偶数一つが必要です。なので、この問題のアロケーションが奇数と偶数をアロケートすることです。ですね。だから奇数と偶数のアロケーションを考えて奇数と偶数のアロケーション問題、まあフロー問題となります。じゃあ、グラフの作り方。まず N の奇数と偶数を分けます。で、ペアリングするので、奇数の数と偶数の数が同じでなければ、そこで終わりですね。ペアリングはできない。まあ、数が同じと考えると、じゃあ、プライムペアになる奇数と偶数に、変異を引く。ですね。例えば、ここの数字で見ると、1と10もプライムペア、1と12もプライムペア。だけど、1と12をペアリングすると、10が、7はペアリングできるけど、4と11はプライムにならないので、これはプライムペアリングではないですね。だから、すべてのプライムペアリングは可能わけではないんですね。で、あとはスーパーソースとスーパーシンクを作ると、フローを計算できる。で、フローが、ペアの数になる場合だと、これはアクセプテッドとなります。まあ、結構面白いものですね。じゃあ、これは授業の終わりとなります。ちょっとまとめるとすると、この授業だと、最短経路、シングルソースショーテストパフについて説明しました。まあ、グラフの重みがついてない場合だと、まあ、BFS がですね。重みがついてると、ダイクストラ。で、グラフにマイナスのループが可能性があるときに、ダイクストラがなんか無限ループになる可能性がありますので、ベルマンフォードが、マイナスのループが認識することが可能です。で、all pair shortest path、あと、すべての頂点の間の最短経路を計算すると、なんか、フロイド・ワッシャルが、簡単でプログラミングができます。ただし、フロイド・ワッシャルが V の30。時間が厳しい時だと、
微解ダイエクストラを繰り返すこともわかるんです。あとはフローの問題も勉強しました。フローの問題については FF 法とエドモンド・カーポ法についてお見せした。エドモンド・カーポが FF プラス、BFS だけです。ただし、アルゴリズムだけじゃなくて、グラフ問題を解くには、そのグラフの変更、グラフの立ち込みがすごい重要なので、まあ、この授業でいくつかの問題とその問題のグラフを作る方法についてを勉強しました。では、今週の課題を紹介します。まず、ウォームホールズが結構簡単な課題で、この問題の目的はマイナスのループを見つかる。グラフの中でマイナスのループがあるかどうかを見つかることです。まあ、それはアルゴリズムをそのままで使えば、ウォームホールが解くでしょう。次は、ミーティングプロフェッサー・ミゲル。ミーティングプロフェッサー・ミゲルが、先生と学生が、打ち合わせする。だけど、先生しか歩けない道と、学生しか歩けない道があります。じゃあ、その先生と学生の最短経路を計算しなければなりません。ですね。これは結構、まあ、最短経路の問題なんですけど、先生と学生はどこで会うのか重要ですね。学生しか歩けない道と先生しか歩けない道がありますので、この問題どういうふうにグラフを作ればいいのか。二つのグラフ、例えば学生用のグラフとかと先生用のグラフを使うか、それともなんかその他の仕組みがあるのかですね。まあ、この問題はグラフがちっちゃいから、ちょっとブルートフォースでもいろいろができると思います。次はフルタンク。フルタンクはまあこの授業で随分話したので、ぜひやってみてください。あとは degrees of separation。degrees of separation が、その関係性のネットワークがある。A さんが B さんを知っている。B さんが C さんを知っている。C さんが D さんを知っている。ですね。で、そのなんか関係グラフの、degree of separation を計算してほしい。degree of separation というのは、そのグラフの経路の中の、グラフの最短経路の中の一番長い最短経路です。ですね。この問題が、disconnected special case があるので、これを気をつけてください。で、largest shortest path っていうのは、グラフのダイアミターっていう意味なので、まあ、この授業で紹介アルゴリズムの一つが、そのダイアミターを計算することは可能です。次は、avoiding your boss。これも結構面白い、なんか最短経路の問題です。この前回路は、あなたが、スーパーマーケットに行く。で、ボスが、オフィスに行く。まあ、この問題の人が仕事サボってるので、スーパーマーケット行くときにボスに会いたくない。ですね。まあ、なんか大学の場合だと、なんか食堂に行くときに先生と会いたくない。っていうアイディアです。ですので、なんか、ボスのオフィスから、家のパスを見て、自分も、家からスーパーマーケットに行く道をぶつからないように最短経路を計算しないといけない。まあ、あまり難しくない問題ですので、ぜひ、まあ、楽しんでやってみてください。次はソフトアロケーション。ソフトアロケーションは授業中で話しましたので、その通りでやればということですね。まあ、マックスフローの問題ですね。次はサボテージ。サボテージも授業の中で話しました。まあ、これはミンカットを見つかる問題です。最後は、あと GOFA2。GOFA2 が結構面白い問題ですので、ぜひ、グラフ問題は、まあ、なかなか面白い問題が多いですね。まあ、GOFA2 が、その GOFA、アライグマかな、ちょっと何のグマかわからないんですけど、まあ、その動物で、あと、オタカに食べられる動物ですよね。で、N ゴファスと M ゴファスのホール。で、オタカが来るので、そのゴファスがその穴に、逃げたい。ね。で、ゴファスの在地と穴の在地があるので、そのゴファスがいくつかの穴で行ける。遠くの穴も行けるし、近いの穴も行ける。それぞれの穴が一つのゴファしか入られない。ですので、二つのゴファは同じ穴に入られません。ですね。で、ゴファの作動が V。ね、V の速度によっては、まあ、行ける穴といけない穴があるでしょ。で、T 秒がかかったら、大鷹が、ゴーファーを食べちゃう。ですね。だから、その、まあ、その情報を見て、
いくつかのゴーファが救えるのかですね、いくつかのゴーファが食べられるのかを計算してください。これはなんかあのアロケーションですね。ゴーファと、アナのアロケーションなんですが、そのグラフがインプリシットなので、グラフの作り方はあと面白い。ぜひあのこれをやってみてください。じゃあ、これはこの授業の最後だったので、皆さん、今週も、引き続き課題のプログラミングを頑張ってください。あと、ちなみに、学ばでアナウンスしましたが、この土曜日は授業はないんです。あの、この土曜日の授業が、6月の30日となります。そうすると、まあ、皆さんがもう少しゆっくり、あの、課題が作れるでしょう。ね。これについて質問があれば、学ばで聞いてください。はい、以上です。